はい、ゆめです。こんにちは、どうもどうも。はい、めっきり寒くなってきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日も雑談になります。ですね、先日、ディズニーホテルのですね、アーリーの規約が変更っていうことについて動画を2本アップしました。まあ、その中でですね、俺が今回言いたかったことの一つとして、ディズニーホテルの、楽しみ方、それからディズニーホテルの価値観をどこに置くのかっていうのは、まあ、人それぞれで、人によっては、15分早いアーリーっていうところがとにかく価値があるので、もうそこが一番大事ですっていう人もいれば、もしくは、いやもうホテルそのものに泊まることがもう特別な体験、かつラグジュアリーな体験なので、そちらの方がウェイトが高い。アーリーとかは興味ありませんっていう人もいて、で、まあ、人それぞれいろんな考え方があるよねっていう、そういう動画を出しました。で、俺はアーリーとかは興味なくって、ホテル体験とかを大事にしたいので、ホテルに泊まってもアーリーは使わずに、チェックアウトギリギリまで、ホテルの、中の時間を優雅に使いたい、そういう考えの人間ですっていう、そういう動画を作りました。でも、なるほど、梅さんそう考えるんですね。私たちはそうではなくて、ディズニーホテルが高い理由っていうのは、やっぱりアーリーで入れるから、だから高いんだという考えですので、ホテル体験よりもアーリーで少しでも早く入園して、たっぷりパークを楽しむ方にウェイトを置きますっていう人もいて、なるほどね、まあ、いろんな考えありますよねっていう、まあ、そういうような、オチというか、まあ、そういう内容にしたつもりで、で、大体コメント読んでいくと、俺の考えみんな分かってくれたみたいで、ちょっと一安心してるんですけども、ちょっとですね、一つ気になるコメントがありました。っていうのが、もみチャンネルっていうのはかなり視聴者もいて、影響力もあるので、俺のもう、一個人の考え方っていう、もうそういう範疇にはもう、収まりませんと、収まらないと思いますって、YouTuber で、YouTube でやってる以上は、結構影響力もあるんですね、ありますからみたいな、そういうコメントの方がいました。で、まあ、なるほどね、と言いたいことはわかるんですけども、それに関して、ちょっとですね、一つ、思うところがありますので、動画でですね、ちょっとまあ、レスをしたいと思います。結局ね、YouTube っていうのは、俺はやっぱり、自分が言いたいこと、俺はこう思うんだっていうことを、正直にズバッと言うところだと思ってます。まあ影響力とかね、確かにあるのかもしれないけども、それでもやっぱり思うところをズバーンと言うところだと思います。で、これがですね、もし俺が言いたいことを言わずに自分が思ってることとは逆のこととか、そうは思ってないんだけども、いろいろ考えるとやっぱりこうやって言うしかないかなっていう風に、なんか忖度したりとか、なんか気を使ったりとか、なんか思ってることとは別のことを言って、それでみんなのいいねが集まったり、チャンネルのね登録者が増えたりとか、もし仮にそういう風にして数字を集めても、結局それって俺自分に嘘をついて、それで偽りの俺予想った自分で数字を稼いでるってことになるわけだから、それってね、やっぱ俺にとってはストレスになるなって思うんですよね。で、やっぱり YouTube っていうのは、俺はそう思う、私はこう思うっていうことを発信して、そうそうその通りっていう人が集まってくるものだと俺は思ってます。なのでね、まあ仮に例えばなんですけど、例えばね、一個事例を言いましょう。俺10月にフロリダのディズニーワールドに行ったじゃないですか。で、ディズニーワールドに行って、やっぱ、俺強く改めて思ったのが、やっぱり日本のパークって、やっぱ海外のね、やっぱレプリカだなってやっぱり思ったんですよ。アメリカをそっくりそのままね、うまいこと、まあ、持ってきてるというか、やっぱレプリカだなってやっぱ思うわけです。で、でも俺はこのレプリカのパークを楽しんでるんだよね。で、そうするとですね、日本のパークをね、レプリカとは何事だ、失礼だとかね、そんな言い方しなくていいじゃないか、ショックだっていう、そういう意見もたまに正直いただきます。でも別に俺はレプリカっていうのは別に否定とかネガな意見だと思ってなくて、別に全然俺は
うん、そういうつもりもなく使ってるんだけど、でもそう思ってるのね。でやっぱり海外のショーとか花火とかグリーティングとか雰囲気とかやっぱりすごい好きで、やっぱりいいなと思ったのね。で俺それは正直にやっぱ言ってるわけで、そうするとこの間オフ会がねあったんだけども、オフ会の時にね、私もすごいディズニーワールド好きで、すごい海外パークもすごい好きで、ね、梅さんと同じ考えなんですよって、こうとかこうとかこうとかって梅さんと全く同じ考えなのでめちゃめちゃ共感できたっていう、そういう人がやっぱいてくれたわけで、その人はやっぱり地方の方の出身の人で、でやっぱりね自分と同じように共感できる人がねやっぱ周りにいないんだって。だから俺の動画ですごくそういうとこはね共感できた、やっぱりねそういう人もいるわけですよ。だから俺は自分に正直にちゃんと自分が思ったことを言った方がいいなってやっぱ思いました。でもう一個言うと、ミキミキのお顔、ミキミキのお顔が今年の3月に変更になったよね。で今変更になっても7ヶ月8ヶ月経ったんだけど、あのミキミのお顔って皆さん今どうですか？新しい方がいい、古い方がいい、もしくはまあどっちでもいい、区別がつかないっていろんな意見があると思うんですけども、正直言いましょう、正直言うと俺は古い顔の方が好きです。で今の新しい顔はまだ慣れないね。でもこれからずっとディズニーパークのことが好きなので、あの今のお顔に早く慣れないとなって思ってるんですよね。で未だに慣れない、慣れないってことはつまりいい、可愛いとはちょっと未だに思えないんだよね。でも慣れなきゃなとは思ってます。でどっちか選べって言われたら俺は旧顔を選びます。どっちかとツーショとかね、ワンショとか、どっちかとグリできる、どっちか好きな方のお顔選べるよって言われたら俺は迷わず今でも旧顔って言いますね。だからこの間のワンマンとかでもね、ファイナルで実写のグッズがいっぱいいただけど、俺実写グッズは一つも買ってないです。ロゴとかのグッズはね、カチンコとか光る棒とか T シャツは買ったけど、缶バッジとかね、その他実写グッズは俺ワンマングッズ買ってないです。顔が新顔で慣れないからね、だから買ってません。だから慣れたら多分買うと思うし、スペシャルフォトなんかも出そうと思ってるし、早く慣れたいなと思ってます。それでYouTube とか見てるとね、なんか旧顔の方がいいなとか慣れないなって言ってる人って俺いない気がするんだよね。なんかね、ミッキーはミッキーとかミニーはミニーとか、お顔問題やわざと触れないようにして何事もなかったかのようにさーっと流してる人がなんか多いような気がするんだよね、なんとなくだけど。でも旧顔の方がやっぱりいいよな、なかなか慣れないよねってはっきり言ってる人って、なんか俺 YouTube 俺そんなに見ないけど、なんかね言ってる人ってなんかいないような気がするんだよね。でそれでね、新顔旧顔どっちがいいと思うってアンケート取ったら、やっぱり半分ぐらいの人がね、やっぱ今でも旧顔の方がいいなってやっぱ今でもやっぱり言ってるわけよ。っていうことは今 YouTube を見てもディズニー系の YouTube を見ると半分ぐらいの人はね今でも旧顔がいいって言ってるはずなんだよね、その世間の統計からするとね。なんだけどお顔に関してはね誰も何にも言わないんだよね。でも俺これもやっぱり正直にちゃんと言います。俺は今でも旧顔の方が好きですよ。新しい顔はでも別に嫌いではないんだけど慣れないだけです。で早く慣れたいと思ってます。それで YouTube っていうのは自分が思ってることを正直に言うメディアだと思ってます。でねこれちょっと話が外るんだけど、例えばさ Twitter とかさ、あとコスプレ写真を上げてる人とかさ、あと YouTube やってるとさ、ディズニーに限らずでアンチって絶対にいるじゃない。でアンチの顔色を伺ってると足がすくんでやっぱアクセル踏めないわけですよ。こんなこと言ったら、こんなこと書いたら、こんなこと上げたらってまたっていう風にビビってやっぱアンチに怯えちゃうってあると思うんだよね。でも皆さん怯えないでほしいんですよね。世界中のね全ての人間から好かれるっていうことは不可能なので、どんな人間でもね必ずアンチはいる。だからねジャニーズだってジャニーズアンチもいるしさ、 AKB も AKB のアンチもいるしさ、誰だって絶対アンチはいるので、でそういう人のね顔色を伺ってたらキリがない、何もできない。だったらアンチにビクビクするよりも
俺のことが、私のことが好きだ、応援してる、写真が好き、動画が好き、意見が好きっていう、そういう人が喜ぶ活動、喜ぶことを少しでもやった方がいいと思ってます。そうするとよくぞ書いてくれた、よくぞあげてくれた、うん、やっぱりいいなっていう人が集まるでしょ。だからそれで自分のエネルギーにもなるし、そういう人がダーッと集まるわけですよ、自分の元に。だからもしそこで嘘偽りを言ったりとか気を使ったりとかそういうことすると、結局その偽りの自分、偽りの意見に人がわっと集まるわけだから、そうするとね、それってしんどいし面白くないし、偽りをずーっと続けないといけないわけだから、ストレスもたまるし、結局ね続かないと思う、そういうのって。だから俺は正直に言うようにしてます。正直に言うことによってよくぞ言ってくれたって人が俺のとこに集まってくれるので、はい。なので YouTube ってのは俺は特にそういうメディアだと思ってます。なので話を始めに戻すと、ディズニーホテルのこのアーリーというこのね、優待サービス、まあありますよね。で、アーリーはまあ人それぞれ、アーリーがあるからディズニーホテルを好きなんだ、使ってるんだっていう人もいれば、アーリーそんな興味ない、それよりもね、高いホテルでなかなかめったに泊まれないホテルなんだから、1分1秒でもホテルを味わいたい、アーリーとか別にむしろいらない、別に使わないっていう人もいる。それはもう様々です。で、俺はアーリーはそんなに興味なくって、ホテルに1分でも1秒でもいたいなって、そういう風に考えてます。で、ついでに言うと、日本のパーク、海外パークってありますけど、やっぱり俺は海外パークがすごく好きです。そしてミキミのお顔も今でもキュー顔が好きです。なんですけど、早く慣れないとなっていう風に思ってます。はい。なので皆さんも、YouTube に限らず Twitter でもですね、何でもそうです。自分の意見はズバーンと言いましょう。ズバーンということによって、それを支持してくれる人、あと好きな人が喜んでくれます。なので、皆さん好きなことを言ったらいいと思います。はい。今日は以上です。じゃあね、バイバーイ。